思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダムシードデスティニー。スラッシュザクファントム。イガークジュール専用機。貴様、こんなところで何をやっている？スラッシュザクファントム。イガークジュール専用機とは、機動戦士ガンダムシードデスティニーに登場する、青いザクウォーリアである。スラッシュザクファントムは、ザクウォーリアの上位機種で、近接格闘専用のスラッシュウィザードを装備した形態なのですよ。ザクトの指揮官クラスのエースパイロット専用機の例に漏れず、イガークジュールの機体は、青のパーソナルカラーで塗装されていたのでございます。ザクファントムの、頭部アンテナと両肩のシールドはそのままに、バックパックに、格闘戦に移行する際に使用される、牽制用のビームガトリング砲を装備しているのが特徴なのですぜ。専用のファルクス G7 ビームアックスは、近接戦闘で威力を発揮する、ハルバードみたいな武装だったんだい。劇中では序盤に登場、ユニウス7破砕作戦では、アスランのブレイズザクウォーリア、ディアッカのガナーザクウォーリアと共に、強奪されたカオスやアビスを圧倒。地球連合との開戦時には、ディアッカとのコンビで連合軍の部隊を相手に活躍したのでですよ。その後は、グフイグナイテッドに乗り換えてたんで、どうなったかはわかりやせん。キットの値段は500円。2005年4月に発売されたキットだよ。ザクウォーリアのキットに、ザクファントムのパーツやスラッシュウィザードを追加して発売されたキットなのでございます。このキットの目玉は、なんといってもスラッシュウィザードと、ファルクス G7 ビームアックスなのですぜ。というのも、スラッシュザクファントムは、このコレクション版のキットだけしか発売されなかったのですよ。参ったねー。スラッシュウィザードが淡いブルーの成型色だったんで、いやあんな感じだったものですよ。どうして黒にしてくれなかったのよ、バンダイさん。ちゃんと塗装すれば、それなりにかっこよくはなるのだけれど、ビームアックスを持たせる部分がスカスカな上、パッケージみたいな派手なポーズもつけられないんで、ハイグレード版のブレイズザクファントムなんかに、スラッシュウィザードを移植する改造が流行っていたわけですよ。しかーし、考えることはみんな同じだった予想だよね。このキット、たちまちお店から姿を消しちまったわけなのですよ。あいたたたー。一時はプレミアもついてたりしたものだけど、最近では低価くらいで買えますよ。ただし、お店に売ってたらね。他の武器は、ザクウォーリアと同じペラペラのビーム突撃銃がついてるよ。ザクウォーリア同様、ダブルボールジョイントによる可動範囲の広さが売りで、キツキツだけど、ビーム突撃銃の両手持ちもできちゃうんだよ。できちゃうんだけど、関節が若干緩く感じるのですよ。おかしいねえ。ザクのパーツ外キットばかり量産しすぎたせいで、金型が得たってんじゃないの？肩のダブルボールジョイントもポロポロ取れ上がりますよ。こんなんだったっけ？おすすめの回収ポイントは、バンダイさんの安全対策のために可愛らしくなってる、シールドのスパイクの回収だよねー。ここはザクウォーリア系キットのツボなんで、刺さるくらいにツンツンに尖らせたスパイクをガシガシ移植してやると、凶悪な感じがして良い感じなのだー。落っこちてきたら危ないけどねー。